俳優の伊原剛さん、俳優の広末涼子さん、俳優の中里依紗さんです。おめでとうございます。では、伊原剛さん、前へお進みください。表彰状、伊原剛殿。の。あなたは、誰にも束縛されることなく、自由に生きたいという思いから。さまざまな人物を演じられる役者になることを、高校2年生の時に決意されて、され。 これまでで、いろんな役割で私たちをドラマや映画の世界へと誘ってくださいました現在は俺の自由は誰にも止められないと SNS で発信されていくつになっても自由を追求するその姿はキーポ p o ジンスピリッツの精神に相通ずるものがありますよってその功績を称えベストジーニスト2022として当協議会で表彰いたします令和4年11月10日日本ジーンズ協議会理事長林史郎 まさか、えー、自分が選ばれるなんて思いもしませんでしたし、えー、先日11月6日に59歳になりまして、えー、来年いよいよ60を迎えるので人生 これからだなと思ってるときにこれをいただけたので非常に嬉しいですありがとうございます